演舞開演。どうも、本日はこちら藤っ子の蒸しサラダ豆を食べたいと思います。まあサラダはないんですけどね、ここに。でもいろんなお豆が入っていそうですね。ではご対面。おー、色とりどりですね。お豆といっても本当にいろいろあります。ではいただきます。やっぱりすごく濃厚ですね。食べ応え満点、色とりどりで美味しい。色とりどりのお豆はどれもホクホクの食感で程よい噛み応えもあって、本当にサラダに入れると食べ応えが増して満足感が得られそうです。ただお豆の個性がちょっと弱いかなという部分もありましたので、こちらのペーストとさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。